クォーターに入ります。攻守向き変わりまして、長野今度はメインスタンドから向かって左から右に攻める形に変わります。ボールオン相手陣16ヤードから長野ブルパーズセカンドアウトファイ。第2クォーターが開始されます。長野ブルパーズ敵陣16ヤードのセカンドアウト6。ここで反則発生です。イエローフラッグ投じられました。アメリカンフットボールフィールド上に審判団が黄色いウエストを通しますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。はい、オフサイド静岡51番5ヤード通算で静岡にオフサイド、ボールが動く前に相手陣に侵入していたという反則がありました。いわゆるフライングになります。これにありましてディフェンス5ヤードのバッタイを受ける形になり、オフェンスは5ヤード前進する形になります。そしてこの結果残り距離5ヤード全てが失われた可能性があるので攻撃権行使になりました。長野ブルーパーズファーストダウンとなります。オフサイドの反則はボールを相手の反則によって攻撃権行使になりました。長野相手陣12ヤードセットで打ち取りました。これ突破し得点を上げ得点を追いつくことになるでしょうか。長野ブルーパーズファーストダウン10。ロヤードバッターして長野ブルーパーズファーストダウンを獲得。敵陣11ヤードよりファーストダウン10。さあまず密集点をまずつきました。先ほどから好調並んでこの距離を詰めるという話でしたが、しかしこのラウンドを許して、しかしオフェンスライン見事に仕事をしております。このオフェンスラインの津波のような怒涛のブロックで約4ヤードから5ヤードのゲインを獲得しております。ここはオフェンスラインマンが素晴らしい仕事をしました。長野ブルーパーズセカンドダウン6、ボールオン相手陣7ヤード。これはしかし止めた。今度はトスしましてランニングバック9番左オープン展開を図りましたが、しかしそこに静岡51番立ちはだかりまして、このランを阻止しております。対応しましたのは静岡51番渡辺でした。チームの代表でもあります。さあ長野を突破できるか。サードダウン7、エンドゾーンまで8ヤード。この声援に応えられるか、静岡踏ん張れるか。長野ブルーパーズサードダウン、ファーストダウンまで残り約6ヤード。パス不成功。ここでプレーアクションで右に展開していくランニングバック11番にパスを投じましたが、キャッチする瞬間にタックルしまし、このパスを不成功に変えました。パスは失敗。従いまして攻撃はパス不成功となり、オースダウン、次の攻撃に変わります。さあオースダウン最後の1回の攻撃、どのように攻するでしょう。ボールを巻いて8ヤードの位置にあります。長野ブルーパーズフォースダウン7、フォーメーションを組んだ。いや変えます。フィードゴートライ、キックによる3点を狙います。キックレングス25ヤードフィールドゴール。長野ブルーパーズフォースダウンフィールドゴールを狙いましたが、静岡ファルコンズブロック。しかしこのフィードゴールはブロック、フィードゴール失敗となりました。ブロック、静岡ファルコンズのブロックで、結果的に4回の攻撃失敗という格好になりますので、これで攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして静岡ファルコンズに変わります。長野まず3点を返さんというところでしたが、しかしこれは静岡食い止めまして2得点としまして攻守交代になります。アメリカンフットボール得点バトルは大きく分けて2つ取りです。エンドゾーンに持ち込む勝ち合い、
ですが、今ゴールポストに蹴るフィールドゴールです。フィールドゴールが3点、フィールドゴールが3点、タッチダウンですと1点が入ります。さらにタッチダウンはその後のプレーでキック決めると1点、エンドゾーンに入ると2点、さらに加点となります。さあ静岡付近5ヤードからのファースト3点、静岡ヤードファーストダウン点。これは素晴らしいディフェンスプレッシャーをかけました。ダウンを試みましたが、まずこの危険な陣地脱線と中央にワンプレーを展開しようとした静岡ですが、これを押し返しノーゲインとしました。アメリカンフットボール、簡単にルール等の説明をしていきたいと思います。攻撃、今静岡ファルコンズの攻撃ですが、静岡セカンドダウン点で展開しています。フィールド向こう側オレンジ色の旗があります。この間が10ヤードとなっております。4回の攻撃権があります。この4回の攻撃で10ヤードを進むと、さあ再びヤード展開した。また改めて10ヤードの4回の攻撃権を得ることができます。まずこの厳しい状況を選んで打開戦というところですが、長野それを許しません。このランも封じましてサーダウンに変えます。残り2回の攻撃で、あと残り8ヤードゲインできれば、そこから改めて4回の攻撃権を得られます。さあこのランが出ている、攻撃権更新になりました。静岡バスター、ここで静岡カウンターを出ました。逆方向に入りました。今の攻撃で3回目の攻撃で10ヤードいきました。ボールが進んだところか、そこから10ヤード、見事に攻撃権更新を出した。改めて4回の攻撃権が出られます。1回目の攻撃、さあこれで攻撃権は残り10秒になります。静岡ファルコンズファーストアンテン、さあしかしここは長野食い止めます。今度は右側にパワープレーを展開しようと、オフタックル付近最も強力なタックルの後ろを掴むというところを展開しましたが、しかしこれは長野はそのパワーショックで踏みとどめ、2ヤードのロスでとどめております。静岡セカンドダウンエッド、ボールオン自陣19ヤード、静岡ファルコンズ、自陣19ヤード付近より残り8ヤードセカンドダウンエイト。さあ再びランプレー、今度はドロープレーです。パスに見せかけたランプレーを展開しました。相手が下がらんというその裏を突く形で右オフタックル付近につきまして約6ヤードのゲインとしています。約5ヤードのゲイン。同じく27番の深澤でした。3回目の攻撃、残りファーストダウンまで残り3ヤード、静岡ファルコンズサーダウン3。中央をつきまして静岡ファルコンズ2番鈴木君、ここで静岡キャリアにボールを託し、右オフタックル付近を突破、オフェンスラインも素晴らしいブロックを決めまして攻撃権更新です。静岡ファルコンズファースター、期待に応えましたのは静岡ファルコンズ2番の鈴木でした。静岡ファルコンズ自身38ヤードからファースターアウト。さあ今度はスイープレー、トスして右オープン、オフェンスラインマンもまるで大きで跳ね飛ばすかのような素晴らしいブロックを披露し、走路を確保して約8ヤードのゲインに変えました。46ヤード金まで進みました。ファーストダウンまで静岡好調なランが現在も展開されております。静岡ホルコンズセカンドダウン2、ボールオン自陣46ヤード、静岡ファルコンズセカンダウン2ヤード。このランも決まりました。攻撃権更新ファースト4ヤードのゲイン、
ファーストダウン。今度はランニングは26番にハンドオフ。26番相手のディフェンスをレイライトしまして、その隙間すり抜け攻撃権更新としています。静岡ファルコンズファースト攻撃権更新果たしましたのは26番の鈴木でした。49ヤードよりファーストダウン点。さあ相手陣に入りました静岡、相手陣49ヤードからのファーストダウン点。さらにラン重ねんという状況でしたが、ここで長野の54番が相手のランニングバックを引っ掛ける形でバランス崩し、見事ノーゲインに変えております。静岡ファルコンズセカンドダウン10。さらにランを重ねます。今度はキャリア3番ハンドオフから中央飛び込み、そしてタックル受けましたがセカンドエフォートで粘りまして約7ヤードのゲインを獲得しています。キャリア3番は石川です。静岡ファルコンズサードダウンに変わります。静岡サードダウン3ボーロン相手陣42ヤード。中央やや右を引きました静岡ですが、これはしかし見事に長野対応しまして、ゲイン1ヤードにとどめフォースダウンに変えます。タックルは長野ブルーパーズ11番田口君。タックルしました長野ブルーパーズ11番の田口でした。フォースダウンに変わります。フォースダウンファーストダウンまで残り2ヤード。静岡フォースダウン2ボロン相手陣41ヤードフォーメーション組んだフォースダウンギャブル。この1回攻撃します。この2ヤード獲得しないと攻撃を失うが、さあ決まるか防げるか長野。中央行った。さあ判定どうか。ラプレー中央つきましてファーストダウン。ファーストダウン獲得、攻撃権更新、ギャンブル成功。静岡ファースト。ここで静岡は最も確実なダイブプレーでこの距離を稼ぎました。オフェンスラインともどもなだれ込み長野クイントメントしましたが、しかし攻撃権更新に成功しております。静岡ファルコンズファースター。さあ静岡どうも1点取るか長野3点取るか、相手陣39ヤードから静岡ファルコンズファースターアンテ。さあここは長野が踏ん張った。左へのオープン、左方向へ展開しようとしましたが、これは長野対応しましてゲインは1ヤードにとどめております。タックルは47番深澤君長野ブルーパーズ。静岡ファルコンズセカンドダウン、セカンドダウン8に訂正します。静岡ファルコンズセカンドダウン8。静岡ファルコンズパス成功、パスロングゲイン。クォーターバックダバン、ここでプレーアクションパス、ハンドオフをフェイクし右にネイキッド、そこからブーツレックへパスを11番に通しまして一気に攻撃権更新になりました。静岡ファルコンズファースター、見事なプレーアクションを決めましたが、クォーターバック7番の若い、それを取りましたのは11番の富永でした。静岡ファルコンズ敵陣5ヤード付近よりファーストダウン残り5ヤード、ゴールまで5ヤード。これより
エンドゾーンまで残り5ヤードとなりまして、静岡の攻撃となります。静岡相手陣5ヤードからファーストダウントゥゴール、残り4回でこのエンドゾーンを狙います。さあ中央いった、しかしこれはギリギリのところで止まっております。セカンドダウンに変わります。ボールキャリアは27番笠原君、約3ヤードのゲイン、ゲインは約3ヤード、ここでホイッスル。ここで静岡が前半1回目のタイムアウトを取ります。静岡ファルコンズがタイムアウト、タイムアウトは前半後半、アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まず静岡はここでタイムアウトを取りました。前半残り時間は31秒となっている模様です。時計の方を調整させていただきます。この残り時間31秒で得点を上げなければ現在のポジショニングは全てリセットになります。したがいまして静岡はここで時間の経過を阻止すべくタイムアウトを行使しました。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。静岡ファルコンズ相手陣2ヤードからのセカンドダウン2ゴール、静岡ファルコンズさあ2シュートいった、タッチダウン、タッチダウン、ここで静岡確実に中央へのパワープレーを展開しました。そのままオフェンスラインともどもエンドゾーンなだれ込んでタッチャー。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。タッチダウンで6点を追加。この後静岡ファルコンズトライパーポイント、試合再開です。静岡トライフォーポイント、このキック決まりまして1点追加、静岡ファルコンズ14点、長野ブルーパーズ0点とスコア変わっております。好調なランもそのまま展開する形を静岡ファルコンズ7点を追加、静岡ダイブプレーでこのシーズン見事決めまして、タッチダウンを重ねリードを広げる形に成功しております。第2クォーター残り約20秒、前半残り時間は24秒の状況、静岡ファルコンズのキックオフで再開となります。長野は何としても反撃をのし上げたいというところ、このキックオフリターン注目しましょう。静岡ファルコンズのキックでゲーム再開、キッカーは11番富永君。さあ長野リターンに入った、リターナーは22番、23番上本君、23番左方向に展開し自陣36ヤード付近を確保しております。この位置からの攻撃になります。長野ブルーパーズ23番は上本でした。
長野ブルーパーズ自陣34ヤードからのファーストダウンテン。長野ブルーパーズの攻撃。長野ブルーパーズ自陣33ヤードにファーストダウンテン。第2クォーター残り約18秒。パス不成功、パス失敗。クォーターバック12番右に流れ奥に走り込んだレシーバーにパスを投じんとしましたが、しかしプレッシャーありましてパス不成功になっております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。長野ブルーパーズセカンドダウンテン。前半残り11秒、長野ブルーパーズセカンドダウンテン。この仕掛け中央にいるマックスにパスをシスコからキャッチアンダーが吐かせました。追い上げ攻撃権更新になっております。長野前半1回目、ここで長野が前半1回目のタイムアウトを行しました。前半1回目攻撃権更新果たしたのは9番の高松でした。現在前半残り2秒でタイムアウト入っております。さあ残り2秒の状況、長野このワンプレーどのように行使するでしょう。ボールオンは自陣48ヤード、エンドゾーンまで52ヤードの状況。長野ブルーパーズファーストダウンテン。ファーストダウンを獲得してファーストダウンテン。残り数秒、前半最後のプレーになるか。ショットガンフォーメーション、レシーバーが両方に2人ずつ出ております。ここでキャッチャーのピッチによって右奥展開を図りました。ラズルダズという名称でも知られているプレーです。レシーバーに一旦前パスを投じ、そこからバックパスしまして、その選手に突破させようというところでしたが、しかしこれが決まらず結果的にここで前半終了となります。前半戦終了になりまして、長野ブルーパーズ0点、静岡ファルコンズ14点、静岡が2タッチダウンリードする形で前半戦終了となっております。